今回紹介するのは、原因を推論する、政治分析方法論の進め、という本です。政治分析の方法を身につける、実際に起こる政治現象を、印象論ではなく、客観的に捉え、なぜその現象が生じたのかを経験的、実証的に分析するには、どのような作法に従えばよいか、政治学だけでなく、 広く社会科学を学ぶ読者を対象に、身近で一般的な社会現象や政治現象を題材に解説する、まさにありそうでなかった本であり、素晴らしい出来。著者は政治学が専門で、副題も政治分析方法論とあるが、タイトルが原因を推論するであるように、 必ずしも政治に止まらない社会科学全般の話題を対象としていて、読者を飽きさせないメディアでは新聞記者上がりか何かのコメンテーターらがどうしようもない持論を改陳しており、政治学も似たようなものだと思われているようだが、政治談義と学問としての政治は異なる異なるどころか国際政治学の王家 S クラスナーに言わせれば、 そもそも政治そのものと政治学は全く関係がないアブソリューテリーナッシングそうだちまたの政治談義と異なり政治学には他の社会科学と同じように固有の科学的な研究方法があるそれを治めていない人々がいくらお勉強をしても学問的な蓄積に貢献することはできないそれを明確に示したのが 本書である政治学の科学化に貢献した書物には、キング、ケオハネ、アンドバーバの通常経験文や、ジェイデスらの貴重な仕事があるが、本書は日本語で書かれた数少ない塀ながら、しっかりした内容の入門書である以上、興味のある方は、実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は、 最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。